喋るの忘れてました。バイク運転しながら喋るの慣れてませんが、今日は、小路さんは初めてのキャンプツーリングをやってみようと思って今向かっております。初めてこう荷物をねバイクの後ろに積んで走ってるんですけど、まあ全然行けますね。ちょっと座る場所が狭く感じますけど、で今日はどこに向かってるかというと、まあ小路さんが住んでる福岡からはめちゃくちゃ近いんですけど、都道府県でいうとですね佐賀県ですね。佐賀県某所に向かっております。で今日はまあキャンツーなんで軽量化は当然なんですが、野営にチャレンジします。知り合いの方がですね山を所有しておられまして、山って言っても山の一部を所有されておりまして、そこの一角野営で使っていいよと許可をいただきましたので、そこに向かっております。なので水道もトイレもありませんが、ちょっと野営にチャレンジしたいと思います。さあトンネルが迫ってきました。バイクに乗ってるとねなんかトンネルが楽しいんですよね。ちょっと暑いんですけど、走り出すと寒い。のんびりとトコ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 走っております。いやこれもうちょっと晴れてくれんと寒いんやけど、マジでマジ寒い。ここはかの有名な地鶏食堂。わ、平日なのに多い。寒い、マジ寒い。いやーやっぱバイクの時の服とキャンプしてる時の服のこの暑さのギャップがね、これをどう埋めるか。だから今の時期ちょっと難しいっすよね、キャンツ。特にこの山に登っていく時とかですね、寒い。街中走るときはそうでもないんですけど、寒い。さあ旧道を通って三瀬峠を越えます。いやーもう寒い、むちゃくちゃ寒い。寒い、マジで寒い。助けて、寒いよ。あー
寒い、助けて。来い。いやー、トルクがすごいな、このバイク。ノッキングするかなと思ったら、シフトダウンしなくてもモリモリモリって走ってきますからね。このモリモリ感が気持ちいいんですよね。ここシフトダウンせずに行きます。ちょっとノッキングしそうなぐらいの感じなんですけど、モリ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 これが気持ちいい。前の車の方が超超安全運転でゆっくりなので助かりますよ。寒くない、寒くない。風がね、スピードが乗って風が当たると寒い。はい、佐賀県に入りました。ここから佐賀県です。あら、下りは早いね、あの車。おばあちゃんが運転してるね、これ。前の車おばあちゃんですね。おばあちゃんの割にはアクティブな攻めた走りをしてますよ。爆発のおばあちゃんがちらっと見えましたけど、攻めてますね、おばあちゃん。慣れてるんでしょうね、地元の人で。いやー、佐賀県やってきました。三瀬ですね。峠、旧道降りてきました。寒かった。でもね、ここからまたちょっとね、ゆるく登っていくんですよね。寒いやろうな。あのおばあちゃん一旦停止線で行ったけど。よし、寒い、助けて、寒いよ。寒いよ、マジで助けて。寒い。いや、佐賀もいいね、この風景。ああ、縦溝怖い。ああ、ブルブルする。この縦溝ブルブルするけん嫌だ。いや、怖い。車だとね、この縦溝全然気にならないんですけど、バイクだともうハンドルがブルブル取られるんですよね。ああ、縦溝嫌だ。うわうわー、ブルブルする、ブルブルする、怖え。あー、ブルブルする。怖い。これね、雪が降った時のためにしょうがないんでしょうけど、バイクにとっては地獄ですよ、これ。あー、終わった、よかった。よーし、また縦溝、怖い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 。ああ、ブルブルする。ああ、ブルブルする。ああ、いや、無視された。
ニに寄りたいっすね。いやバリ寒い。この辺標高どんくらいだろう、300-400m とかそんなもんだと思うんですけど、寒い。もうガクガクブルブル、ガクブルです。ガクブルしてます。もうすぐセブンがあるんで、セブンにちょっと寄りましょう。一回泊まりたい、寒い。セブンあったあった、セブンに寄ります。寒い。今日こんな感じでパッキングしてます。本当はね、こう縦に積むんじゃなくてこう横に積むんでしょうけど、小池さんの場合このフックがなくて、もうこの状態でしかかけれませんでした。ちょっと休憩します。寒い。はい、じゃあ出発。あーもう寒い。走り出してもうすぐ寒い。やばいな今日。あ、縦溝。あ、ここは真ん中が切ってない。真ん中だけ縦溝がありません。優しい。うわー全縦溝。うわーブルブルする。あーブルブルする。まっすぐ走らない。わかりますか、これブル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 するんですよ。あはは、危ない。あー怖い怖い。あーブル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 する。はい、八重地に到着しました。今日はここでハンモックを張って八重をしたいと思います。いやー、いい。はい、皆さんこんにちは。八重城に到着しました。八重城というかね、八重シティよっていう場所に到着しました。今日はトンビが飛んでる。今日はテント張りません。で、念願のハンモックを、2年越しかな、約2年越しでやっと買いました。今日はそのハンモック泊に挑戦します。
じゃあタープを張ります。これは DD タープの 3.5×3.5 の、これはフォレストグリーンかな、フォレストグリーンあります。ちょっとガイロープでね、上にガー張ります。あのロープワークの、 あのプルージックっていう結び方があるんですけど、プルージック用のロープも作ってきてます。初めて A フレーム貼ってみました。難しかった。今日はこのハンモックで寝ます。設営終わったんですけど、何にも食べてないので、あと夜の食材もまだ買ってないので、今から買い出しに行きたいと思います。はい、今日はもうこんな地べたスタイルで行きます。食材ももう買ってきて、やっと落ち着きます。はい、じゃあいつもの一夜サイダーいただきます。今日はね、もうあのステンレスマグ持ってくるとかさばるんで、シェラカップで行きます。あ、これほら、コジチャンネルのシェラカップ初使用です。いやー、いいね、地べたスタイル。はい、じゃあ皆さん乾杯。あー、うまい。今回この野営が初めて、キャンプツーリングが初めて、このハンモック泊が初めて、トリプル初めてですよ。今日ね、今何時かな、もう4時半なんですけど、よく考えたらもう今日何にも食べてない。お腹すいたけど、今軽く食べるとね、夜ご飯食べれないからね、ちょっと早めに、もう5時半ぐらいから、日が落ちる手前ぐらいからご飯作りたいと思います。ここね、もう自然の薪がいっぱいあるんで、ちょっと焚き火をしたいと思います。Thank you.
はい、だいぶ日が傾いてきましたね。もうすぐ6時です。ちょっともうビール飲みたいので先に乾杯させてください。プレモル、今日もプレモルです。乾杯。うまい。今ちょうどいい感じに二次燃焼してるんで、もうご飯食べたいと思います。で今日はもうバイクなので調理というより肉を焼いて食うと、それだけです。新しいクッカーを買いました。ちっちゃくていいでしょう。コルマのパッカーは一回り大きいんですよね。これはスノーピークのクッカーセット、めちゃくちゃ安くなってたんですよね。3000円切ってたのかな、2800円ぐらいになってた気がするな。なんでもうすぐ買ったんですけど、クッカーセット、この蓋がフライパンになります。中にもう一回り小さいワンセットが入ってます。でこっちも蓋がフライパンになります。バイクにはちょうどいいですよ。これちょうど250の OD 缶が中にスタッキングできるのでめっちゃ便利です。お、二次燃焼が、お、いいね。じゃあ豚バラ焼いていきます。いや、久しぶりに肉焼いて食べますよ。めっちゃ嬉しい。で使う調味料はグロセスパイスを入れてきました。じゃあモンベルの箸、あ、やばい。うわ、美味しそう。豚バラいただきます。うん、これはすごい、うまっ。いや、豚バラ、豚バラは間違いないよね。あー、うまい。やっぱこういうオーソドックスな、ただ焼くだけみたいなね。
ロセスパイスをかけてただ焼くだけとか、こういうのがいいっすよね。うわ、ね、火が強え。あくあくあく、あこ、豚バラの油で野菜を炒めて食べます。塩コショウ。野菜炒めいただきます。うん、うまい。うん、うまい。ごちそうさまでした。もう真っ暗ですね。はい、じゃあお腹もいっぱいになったんで、ぼちぼち焚き火を楽しんで、寝たいと思います。それでは明日の朝。おはようございます。もう朝7時半なんですけど、ちょっと結露してタープが濡れてるんで、これを乾かして撤収して帰ろうと思います。はい、ほぼ撤収も終わって、あとハンモックを片付けたら終わりです。朝から風が強くなってめちゃくちゃ寒いんですけど、今回のキャンプもいい。うわー、はい、今回のキャンプもいいキャンプでした。次回の動画でまたお会いしましょう。